オールシーズンで日常的に自然遊びを楽しんでます。休日は早起きして、で海に行って、海に浸かって、で水着が乾くまで太陽浴びながら日焼けしながら本を読ん で、 でのんびり帰ったりとかして、冬は朝また雪山に登って、誰も踏み入れてない雪の上を歩いて散策したりとか。小樽は海も山もすごく近くにあるので、どこから行っても15分以内では行けるところにあるので、その日の朝の気分によって今日は海で遊ぼうとか山で遊ぼうとか決められるのがすごく魅力です。季節がはっきりしているので、四季によってそれぞれの違う色の小樽に会えるっていうのもすごく魅力的です。